自由なそんな上に勝利を約束しよう、覚悟決めて腰燃やせスーパードラゴンボールヒーロー。ヒーロー時の狭間で静寂が宇宙を滅ぼす歪みを生み出す、無臭だらけの制約が変える世界もろとも描いた夢に近づいてるかい、君が決めたその限界をぶち壊せ、自由をその手に勝利を約束しよう、スーパードラゴンボールヒーロー掴み取ろうぜ自由を。北斗の戦士現る新たなる冒険、暗黒ドラゴンボールの力だろう。暗黒？俺を引っ張り出した魔人が言っていた。融合したことで凶暴化したんだ。そして素晴らしい。もっと戦うがいい。
が何だ。心が読めなかった。あの刻意の男、何者なんだ。招かれざる客が紛れ込んだに過ぎん。足りた。君もか。その仮面で心を閉ざしているのかな。この時空は争いに飢えている。お前たちはこれからも戦ってくれればいい。フィユの仲間か。どうかな。何が何だか分かんねえことばっかりだ。しっかりしろ。あ？え？これ戦術じゃねえか。君と会う前、少しこの世界を回ってね。おめえ、戦術知ってたんだな。以前、君の心を読んだ時に情報を得ている。どうだ、元気になったか。うん。ありがとな。コピーの宇宙でも効果はあるということか。ではこれも。おめえそれドラゴンボールじゃねえか。それ本物なんか。いや、だがコピーとはいえ先祖のように本物と同じ効果があると考えれば、7つ集める価値はあるんじゃないか。そっか、7つ集めて脱出を願えばいいんだ。それがドラゴンレーダーか。ああ、こいつさえありゃドラゴンボールの場所がわかる。お、2個。1つはおめんだ。もう1つは上。敵を迎え撃つ悟空、正体、目的、強さ、全てが謎に包まれた赤き仮面のサイヤ人が登場。最大7枚、君だけのドリームチームを作ってドラゴンボールの世界へと飛び込もう。映画のシーンを究極再現。君の手でブロリーへの最後の一撃を決めろ。スーパードラゴンボールヒーローズビッグマンミッション7弾、好評稼働中。元いた宇宙とそっくりな場所、宇宙もどきっちゅうか。どうやらベジータもここに来てて誰かと戦ってるみてえだ。どんな奴が相手でも負けんなよベジータ。次回スーパードラゴンボールヒーローズ、戦闘民族の誇りベジータ覚醒。絶対見てくれよな。